正木キヨは、白岸多大の唯一の女王で、三国時代を含めれば三番目、最後の女王である。日本では、平安時代の歌天皇と、同時代である。姓は金、意味名は万、または柿。慶、文王の娘で、ノリヤス王や、帝皇王の妹である。在位一年で病に倒れた帝皇王の遺言により、妹の金万が即位することになった。 三国式によれば、正清女王はもともと叔父である角星の金義広氏と愛人関係であったが、即位すると常に受代させて用いていた。間もなく義広氏が出すると、めぐみ大王の名を送った。その後は、美貌の青少年に三名を密かに引き入れて勧引し、彼らに養殖を授けて国政を委ねた。このため後期は大いに仕官した。この女王の知性には、 国内で反乱が続発し、五三国時代の幕開けとなる。治世十一年にして、女王は、盗賊放棄、これこの不得なりと宣言し、大使に上位した。この年十二月、女王は、近城の北宮で死去した。正清女王の後継となった、高安王は、実子ではなく、乗安王の諸子である。その高安王も来なくして亡くなり、乗安王の娘と結婚した。 僕、K.A. キラは、国人の衰退で即位する。これが、新徳王である。その後、K. 明王、K.I. 王、K. 順王と続き、935年に白木は、滅亡する。ありがとうございます。